はい、皆さんこんにちは。はい、今回もミニタニにお願いしたいと思います、はい、日本に帰ってきます。日本じゃない、アメリカに帰ってきます。日本に帰っちゃうんだ、お前。さあ、そういうわけでね、はい、今回、商品情報です、はい、ね、まあ、この商品情報いろんなことがあるんだけど、やっぱり我々はこういう話をしなきゃいけない、忘れちゃいけない、ね、トランプですよ、レンカードですよ。実際はトランプってのはポルトガル語の切り札って言って、うん、そう、全然違うんだけどね、うん、あ、関係ないんだけど、ちょっとネットで見たんだけど、はい、いくらって外来語だって言ってる。そうなの、いくら、うん、なんかロシア語かなんかなんだって、はいくらって発音するんだって。うん、でもそのいくら訳してもとキャビアって出るのかよくわかんないけど全然関係ないですよね。トランプはそう、カスラもそう、ポルトガル語っていうのは結構なってるからあります。ただ我々が使ってるのはプレインカードですね、はい、そういうわけでいろんな商品プレインカードがありますけど、その話を語ってみたいと思います。神田さんはもちろんリザーディンデックってのを持ってますけども、まあいろんな話を語りましょうということで、商品チャンネルを。でもさ、うん、日本だとトランプでさ通じるからさ、うん、日本だったらまあいいかなって気にするね。まあ日本だったらね、うん、まあ、なんかこれ、うん、あえてさ、うん、カードとか言うとまた説明が大変だからさ、日本で買い物するときカードだとね、すごくクレジットカードかなとか違ったことしちゃったら、何のカードだったかになったよね。そう、だからまあ日本じゃあえてまあそれはそれでいいかなと。ミュウちゃんがさ、うん、一番最初にマジックやるときに使ったカード、うん、何だった？最初はね、私ね、バイスクルだね、やっぱり。どうだ、あんまあ、その当時はバイスクルかな、うん、その前はね、私占いとかやってたから、買ったカードでしょ、自分で作ったっていうか、うん、パウチみたいなのであったね、あったあった、占いのカードを作って、うん、自分でデザインしたり。小さい頃ってさ、本当に小さい頃ってトランプで遊んだことあるでしょ。あるよ。そういうの何やった、ゲームだけ、マジックやったりなんかしたことない。マジックは全くなかったね。お父さんがなんか見せてくれるとかのもなかった。そうか、大体ね、お父さんがちょっと変なマジック見せてくれたりとかさ。ただね、私ね、うん、リングがあったような気がするなということはお父さんかな、それは。すごく昔、うん、ただ、うん、私はやり方が分かんなかった。そりゃそうだよね、うんうん、なんかあったような気がする。お父さん聞いてみなきゃいけないね。分かんない、ね、でうろ覚えだからさ、うん、でその当時はほらマジック道具っていうよりもなんかもう、うん、面白いものみたいな感じで、うん、まあ持っててもおかしくないよね、うん、どっかでね。だけどやっぱり今回僕ら考えたいのは、この今度はカードのことなんですよね、うん、トランプカードで、俺なんか最初の頃何使ったかって言ったらね、バイスク高かったんだよ。いくらぐらいしたかったら、1200円かな。コスコ行ったら、うん、まあまあ十分でじゃね、うん、もっとひょっとしたら1800円かコスコでいくつ買えるの？マジックアスルデッカが最初出た頃1800円したんだよ、日本でね。そんなだからそれからね、税率が変わって物品税っていうのが変わって、うん、だんだん安くなって900円だったのかな、うんうん、で今は公式には600円ぐらいで落ち着いてんだよね、うん、で最初はバイスクル使ってたんだけど、そのうちいろんなカードが出てきたんで、アリストクラストとか B とかね、 B はマジックに使いづらかったんだけど、うん、要するにミリオンカードやったりするために買いました。それと同時にね、タリーホーってのが流行ったね。あったな、うん、私カードはね、うん、もうほらバイスクルだったじゃん最初、うん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 、でその次ぐらいにカードセット用にはラスベガスのそうだね使って、うんうん、それがもうね、ユーザージンデックになっちゃったもん、ね、に変わっちゃいましたね、うん、でね、いろいろね、僕なんかでそのカードのことを比べた時に思ったことがあったの。バイスクルってのもやっぱり高いでしょ、うん、その割には質が良くないってことが分かったんだ。すぐ傷んじゃう。でもう一つ、今アビエーターって名前出ててんだけど、キャラバンっていう名前のカードがあったの、アビエーターね。でキャラバンっていうのはジョーカーかなんかがラクダの絵が描いてあって、またもう一つは魔法使いみたいな顔を描いてあるやつなんだけどね、うん、でこのカードが少し柔らかくて安いカードだった、でそれを使ったこともあった。ゴールデンナゲット使ってなかったの？その後なんだよ。でどっちも嫌でいろんなの使ったんだよ。例えばアリストクラストっていうカードがあったんだけど、それは硬すぎるとかいろいろあった時にゴールデンナゲットってカードと出会ったんでね。でこのゴールデンナゲットってカードは本当にゴールデンナゲットホテルでお土産で昔売ってた、うん、大昔は自分たちがなんだろう、そのカードを使ってギャンブルやってたんじゃないかな。そういうカードでお土産も出てて、これが肌に合ってね、エンボスがそんなに深くなくてなおかつ薄くてデザインも良くて、これを使いましたね、うん、でゴールデンナゲットで一生懸命練習をしてマジックが上手になったような記憶があったね、うん、だけどそのうちゴールデンナゲットなくなっちゃったね。でどうしようかと思った、うん、である時にいろいろ考えていろんなカードを使ったんだけど、ダメだ。ホイールカードとかね、またこれは US プレインカードじゃないメーカー、うん、またはスペインの方のカード、
ちょっと固めのねエンボスがないやつ使ったんだけど、あ、これやっぱ作るべきだなっていうことで、うん、TI 東京って会社と一緒に組んで、マジックマスターの漫画に沿ったカードを作ったんです。これもあったね。これがね、マジックマスターカードだっけ、うん、これが俺にとってはマジックカードプロだね。そう、マジックカードプロだね、うん、そうそう、これがね俺にとってはすごく肌の合うカードだったんだけど、うん、みんなにとってはファンがしづらいとか硬いとかいうのがあったんでね、うん、でそれをいろいろ改善していろいろ作ったのがウィザードインデックだった、うん、で結局硬いとかは減ったから言ってんだけど、まあ大体言うのは下手くそな人ばっかしで、うん、ウィザードインデックとかマジックカードプロってさ、実のことを言うとすごく安定してて、空気または湿度、それによってるあれがなくて、あと手が荒れない、ね、そう、手荒れないしね、あとオープンしたらその場で使えるってところがすごいと思った。だからマジックをやるときにファンにしなきゃいけないっていう考え方が俺は嫌いで、あ、うん、なんでファンにするの、ね、私もファンにしないな、うん、ファンなんかしないじゃん、しないじゃない、俺あんほとんどしないね、ファンはね、スプレッドはするけど、うんうん、あ、私もそう、ファン、そう、そうね、しないな、手の上でファンなんてなんでするんだか分かんなくて、してもいいけど私しないな、俺は絶対しないもんね、うん、言われてみたらしてる、そうそうそう、だからファンにする必要がないのにファンを重視してるカードっていらないでしょ、うん、それそうだったらカウントをしたりとかさ、パスをしたりとかね、そういう時に、まあ、優秀なカードの方がいいわけだ、うんうん、そんなわけでね、ウィザードインデックをいろいろ開発したの。でその後ね、例えばいろんなトリックデックを作るときにウィザードインデックを使うとき、ラフ&スムースっていう簡単に言うと松ヤニが入ってて、うん、まあ成分アセトンと松ヤニで合わせた液を塗ってね、くっついたら離れたりするようにするんだけど、それも意味がないっていうんで、うん、表面に塗るオイルの質を変えて、表のオイルと裏のオイルを変えると、でそれがくっつく、合わさるとくっついて、外れてるとただの普通のオイルになると、うん、これがその後開発したやつなんでね。でそうやってね、やっぱりウィザードインデックになったからいろんな形で物ができるようになった、うん、で最近になってどうかっていうと、今ウィザードインデックの新しいの作らないし、まあ売るあれがないんでね、自分のためだけだったら今はあるものだけで十分だし、うん、また異常に持ちがいいから、そうだね、未だに全然問題なく使えると、うんうん、でその反面今度逆に人のカードを使うメンタルが多いんで、またバイスクに戻ってるっていうのは現実なんだよね。あとこっちだとバイスク手頃なんだよね。そうだから、ウィザードインデックってどんなに安くやったってバイカーが900円だったんだよ、うん、ってかもうコスコで買えばさ、コスね、特にコストコ1ダースで12ドルとか、うん、ね、高くて14ドルでしょ、うん、これはまずいわな、これだったら。そうだね、消耗品だと思えばいいんだから、うんうん、で俺の場合は、まあ、確かにやりづらいんだけどバイスクだと、だけど要するに相手にシャフリさせたいんだから、汚い手で触れたらよかった。皆さん手きれいにしてからカード触ってくれたよね。それがあるから、そう考えたらウィザードデック触らせたくねえんだよ。やっぱフレンチフライとかカラマリとかさ、素手で食べた後のさ、そう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 、うん、だからやっぱりそういう意味では、使い終わったら捨てちゃうんじゃないけどね、使い終わった時にどん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 、その使い終わってダメになったカードを取り替えていく形だと、バイスクルで今のところはいいかなって感じ。普段着だよね。普段着、普段着、うん、T シャツで歩いてるみたいなもんね、うん、まあそんなわけでね、カードもいろいろあります。でね、ヨーロッパの方に行くとまたカードの質が変わるし、インデックスも変わるんで、うん、また別なんだけど、やっぱりマジックをやるときに使いやすいのは、うん、まあヨーロッパの500ってのはすごくウィザードインデックに似てて、とってもいいんだけど、まあしばらくは、うん、やっぱり仕方がないのかな。マジックアスレデックもひどいもんね。あれも使ったらすぐドロドロになっちゃう。お土産だね、あれもね。ムカつくぐらいひどいよね、あれね、えだから実際皆さんが言ってるいいっていうカードはあんまり良くなくて、これ皆さんはっきり言います。またこれと切られちゃうんだけど俺もさ、ね、バイスクルがいいっていう人たちはカード下手だ、うん、だからウィザードインデックがいいっていう人が何人かいるんだけど、やっぱ何人は相当いるんだけど、これカードしてる人ね、ファンにしないんだったらウィザードインデックがいいに決まってるってことが分かるようになったら、ちょっと上手なんじゃないかなって気がしますね、うんうん、まあそんなわけでね、はい、また毒舌を吹いてしまいましたね、商品っていうのはありものを使うのもいいけど、それより専門に作ったものはいいんですよ本当に。だからウィザードインデックとかマジックアートプロっていうのはやっぱりマジック、それも、うん、テーブルクローズアップマジックをやるために作った。フォーマルだよね。ああ、もう素晴らしいですね。すごくドレスアップしたカードって、うん、まあそう考えたらね、でも今まで作ってたカードがだんだんなくなっていくから、ね、また次のこともまた作ろうかななんて考えてますけどね、うんうん、まあそれでも、まあ皆さんが使うカード、まあそれは50ですから、ね、みんなで頑張っていろいろやりましょうって感じだけど、ね、みゆちゃんはショーやってて今回バイスクルもね、全部ね、そうやっぱね、いろいろ事情があってバイスクルじゃなきゃいけない、うん、事情がなんだよね、いろいろ、いろいろあるんだよね、それとか ね、うん、まあ種類も多いしねバイスクルは ね、 そうね、うん、はい、お送りしました、はい、そんなわけで、今回は、マシャンが使うカードの事情ですね、
トランプの事情を言いましたね、はい、来週どんな話になるか分かりません、この放送はひょっとすると、裏困った時になっちゃう可能性もありますけどね、うん、また来週です。さようなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。